無理しちゃダメだよ。買ってなかった。今の僕じゃ、お師匠様、ごめんなさい。なんだなんだ、お前の力はそんな程度か。立ち上がる気力も失せちまったのか。僕がロイヤルナイツになるなんて、やっぱり無理だったんだ。お前は強さだけを求め、がむしゃらに突っ走ってきた。それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは本物の男にはなれねえ。本物の男には本物の覚悟が必要なんだ。お前にその覚悟があるのか。覚悟なんて、僕にはそんな。そんじゃお前の戦いはここまでだな。お前の修行、俺が終わらせてやるぜ。誰だてめえは。お前、ついてくるなって言ったやろ。もういいんだ、僕はもう。なんで、お師匠様から言われたからってこんなことしなくてもいい。ハックモン、そいつの背中を見てもまだお前にはわからねえのか。背中、僕を守る背中。ハックモンよ、ロイヤルナイツの称号は誰かに与えられるものではない。世界を守護する者を誰ともなく、そう呼び始めるのだ。守る者になれ、ハックモン。世界を、デジタルワールド、大切な友を。その鋼の意志が、お前を必ず、ロイヤルナイツへと導くだろう。そうか。僕は強くなることだけを求め、修行してきた。けどそれじゃダメだったんだ。戦うことの意味、大切なのはそれだったんだ。僕は戦う。僕をかばってくれる
この人を守るために。ほほう、少しはマシな面構えになったじゃねえか。その覚悟は本物かどうか今一度試してやるぜ。全力でかかってきやがれ。かかってこい。
ッシュ番長パンチ。そんな、これなら合格だ。なく。番長レオモンに勝てた？この僕が？それはお前が守るものとなったからだ。お師匠様。私との指導でお前は確かに強くなった。だが真のロイヤルナイツとなるのはそれだけではダメなのだ。背負った何かを守れ、力と志が合わさった時真のロイヤルナイツ。
イツへの道が開かれる。ゼロは私と修行しているだけで決して得ることができぬものなのだから、お師匠様は僕をこの人に預けたんですね。うん、その甲斐はあったようだな。誕生だ。新しい姿となったお前が私の後を継ぐのだ。はい、僕やってみます。やってみるはない。やるのだ、ジエスモン。はい、ありがとうございました、師匠。君にも世話をかけ、礼と言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。これからは我が弟子が君の力となる。あるいは私よりも頼もしい仲間となるやもしれん。よろしく。言ったようだ。苦労をかけたな、友よ。へっ、危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いこと言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ。俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな、あいつ。あいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ、私の弟子なのだからな。それじゃ、今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ強くなりたいんだな。望むところよ。そうか、新たなロイヤルナイツが誕生したか。いや、驚きはしないさ。世界は常にこのようなアップデートを繰り返していくのだからな。それは現実世界も電脳世界もさほど変わりはしない。君もいつかは私を超えていくのかもしれないな。その日が来るのを楽しみにしているよ。
私に追いつけるものならやってみるがいい。私に触れることもできぬとはな。その調子ではスレイプモンと話をすることすらできないようだな。一度事務所に戻ってきたまえ。おそらくオメガモンが何かヒントをくれるはずだ。なるほど、スレイプモンか。手ごわい相手だな。スレイプモンのスピードにはこちらもスピードで対抗するしかないだろう。ふさわしいのは神速のスピードを持つアルフォース・ブンドラモンしかいないのだが。よりによってアルフォース・ブイドラモン。実はアルフォース V ドラモンだけはどの地域からも反応が出なくてね。私の気配を手繰れない。おそらくは次元を超えている最中に扉が閉まり時空の狭間に消えてしまったのだろう。残念だ。彼ならば必ず味方になってくれるのだが。肩を落とすのは早いかもしれないぞ。多元宇宙論、聞いたことはあるかな。もっと一般的な言い方をすればパラレルワールドというやつだ。世界というものは複数の多重構造を成している。可能性の数だけ世界は存在しうるという考え方だ。世界で物事が起こるたびに違う可能性を持った現実が生まれ枝葉のように分岐していく。並列した世界はそれぞれに独立し干渉し合うことはないとされているが、これと似た構造を我々はよく知っている。現実世界とデジタルワールドのことか。その通り。交わることがないとされていた2つの世界が交差した今、複数存在する平行世界と我々のいる現実世界がつながらないという法はない。つまり平行世界からアルフォース・ブリドラムを連れてくる、そういうことか。ご明察。もちろん無理は承知だが試してみる価値はあるだろう。幸いにもそういったことに詳しい人物が知り合いにいてね。名前はミカグラ・ミレイ。くしくもこの中野の住人だよ。しかしこの方法が実証できればイーターは別の世界、平行世界からやってきているという可能性も出てくるな。いや、ただの推論だよ。そんなことよりも今は他にやるべきことがある。ミカグラ・ミレイに話を聞いてみてくれ。彼女なら何か知っているはずだ。
Thank you.
遅かったわね。来ると思っていたわ。ここへ来たということは何か困りごとがあるということ。あなたのその探し物、私が占ってあげるわ。そのために来たのでしょうし、世界は並列的に、そして無限に存在している。ここで亡くなったものも別の次元軸に存在している。そう、あなたの探し物は全く別の世界にあるわ。けれどあなたも知っている通り、次元軸を超えるのはたやすいことではないわ。必要なのは異質な能力、今までになかった特殊なスキルを持ったデジモンを誕生させなければならない。調和の意志と鋼の意志、この2つを使えばおそらく平行世界を移動できるデジモンを誕生させることができるはず。信じるか信じないかはあなた次第。Thank you.
ちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。ダメだよ。
ぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
行くぞみんな。この世界を守るため協力してほしいか。悪いけど即答することはできません。正直に言って僕はまだ迷っているんです。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたのは人間たちが電脳空間を作った影響だと聞きました。人間の心が歪んでいるからあんな醜い化け物が生まれたのだと多くのデジモンたちは考えています。それがもし真実なら人間は全ての世界に危機をもたらす存在、ルフトモンの行動は正しいということになります。それに僕はこの世界に来てみてデジモンたちを道具のように扱う悪い人間がいることを知りました。ですが君のように状況を打破しようと動く者もいる。僕には君たち人間のことがよくわかりません。一体どれが本当の人間の姿なんです。実は僕に連れがいたんです。二つの世界が交わった時イーターから救うためにこの世界に連れてきた小さな連れが、あいにくあの混乱で離れ離れになってしまいまして、彼らはまだ幼く弱い、ひょっとしたら悪い人間に捕まっているかもしれません。もしものことがあったら僕は人間を許さない。今彼らが置かれている状況が人間を図る指針になるでしょう。ちょっとタイム、またまたまた、ウェイト、よかった間に合った。事務所に行ったら京子さんがいてこの場所を教えてくれたの。マグナモンね、すっごい探したのよ。君は？ほらみんな、やっと見つかったよ。マグナモン！みんな、無事だったんですね。マグナモン、ムキアたちが、この人間たちが僕らを助けてくれたんだ。助けて？人間が、ようやく見つけた。さすが京子さんだわ。もうほとんどのロイヤルナイツの居場所を把握してたとは。これでみんな合流できたね、オメガモン。オメガモン、オメガモン、あなた人間と行動を共にしていたのですか。その通り、マグナモン、君にならわかるはずだ。人間を危険な存在と切り捨てるのは間違った選択だと。です
僕たちの世界のあの惨状を作り出したのは。ノキアたちはそのことを知った上で現状の打開を望んでいる。デジモンと人間の双方を助けるため力を惜しまず戦っているのもまだ人間なのだ。確かにウルトモンによって人間が滅ぼされればデジモンたちは救われるかもしれない。しかし結果を急ぐあまり分かり合えるはずの者たちを滅ぼしていいというのか。私はそうは思わない。ナズナモン、僕たちノキアのことが大好き。一緒にいられたら嬉しいな。僕が膝を抱えて悩んでいた間、あなたたちは走り行動し僕の仲間を救ってくれていたのですね。行動すればなんとかなる。それを教えてくれたのも人間ノキアだ。オメガモン、もう十分です。僕の迷いは晴れました。もし人との共闘がロイヤルナイツの汚名になろうとも、仲間を守ってくれた恩は返さなくてはなりません。ノキアさん、人間とデジモンが手を取り合えるよう僕もできるだけのことをさせてもらいます。うん、ありがとうマグナモン。惑わされるな。ノキア、私の鉄筋に気づかぬとはふぬけたな、オメガモン。デュラスモン、マグナモン、奴らの還元に耳を貸してはいかん。デジタルワールドで我らがイーターと戦った苦難の日々を忘れたか。イーターに食われた仲間たちの苦悶の叫びを思い出せ。人と我らが手を取り合う可能性などこやつらが電脳空間を作った瞬間に消えている。お前が立つべきはこちら側だ。ロイヤルナイツの一人としてイグドラシルの意志に従え。もしもイグドラシルの意志が彼女たちを傷つけろと命じるならば、僕は従わない。仲間を救ってくれた恩人を傷つけることなどできはしない。理解できぬな。なぜ愚劣な人間どもの味方など。確かに愚かな人もいるでしょう。でも人はそれだけではない。苦境に抗い仲間を救ってくれた彼らのその輝きに僕は勝てる。戦争の果ての結末こそ我が望み。バカだ。
借りは必ず返すぞ。望むところです。それだけの決意はした。つもりですか。ありがとうマグナモン。すっごく頼もしい仲間ができて、私超感激。僕の方こそありがとうございます。きっかけを与えてくれて、これから僕はずっと人間の味方です。 何かあればいつでも呼んでください。そうだ、協力の証としてあなたにこれを渡しておきましょう。そうか、マグナモンが仲間になってくれたか。彼はロイヤルナイツにおける守りの要、 心強い味方ができたな。ん？どうして私がこんなにもロイヤルナイツについて詳しいのか。だって考えてもみたない。私は探偵だ。無論調査したに決まっている。うん、調査方法を知りたいというのか。それはな、 Thank you.
君がいてくれてよかった。
行くぞみんな。Oh!
ちゃダメだよ。Oh!
続けていこう。